I like money, you like money, everybody like money, money。 この番組は忍者 .com の提供でお送りします。はい、どうもこんにちは、忍者です。現在ね、ラオカイの方におります。今ね、夜8時ぐらいなんですけど、これから夜行列車でハノイ、そしてハイフォンの方向かっていきたいと思います。ラオカイからハノイ、ハノイからはローカル列車でハイフォンに向かう予定でござる。こちらがベトナムなんですけども、あちらが中国ですね。ライトアップされてて素敵ですよね。いやー、ラオカイ最高でしたわ。ちょっとまた機会あったらね、また沈没したいと思いますね。まあ、こっから駅まではね、おそらく30分ぐらいだと思います。結構交通量多いんで気をつけます。わあ、なんか夜釣りしてる人がいる。竿5本も出してます。僕はラオカイで1本も竿出してません。川沿いを歩いて駅の方に向かいます。いや、この辺真っ暗だな。キングカラオケ見えてきました。すげえすな、これチカチカしてて。コジキングには無縁です。あの後ね、パトロールの方も行ったんですけど、なんかバシッと来なくてね、一回もね突撃できませんでしたね。もうなんかやらしいビリヤード場あります。そしてラオカイといえば短パンですね。日本のチェーン店。そして20分ぐらいでね、ラオカイの駅到着しました。はい、こちらラオカイの駅ですね。がベトナム語で駅みたいですね。意味、ラオカイ駅前。チケットは前日に買ってまして、まあ、29万5000ドンなんで、まあ、1800円ぐらいですね。米干してある。以前にね、ハノイからフエまでジェネラル、まあ、鉄道で移動したことあるんですけど、すげえ時間かかったんですよね。で、今回ちょっとスリーパーでね、ハノイの方向かっていきたいと思います。まあ、ジェネラルでもいいっちゃいいっすけど、なんか木のシートなんでケツ痛くなるっすね。まあ、インドのねジェネラルシートに比べたら、まあ、全然マシっすけどね。まあ、人もそんないないんで、まあ、バスとかもあるんすけどね。夜行列車ってこうロマンがあるじゃないですか。それじゃあ駅構内入っていきます。ウェルカムトゥーラオカイステーションって書いてありますね。この辺りウェイティングルームになっております。ハノイ行きはね21時30分なんで、もう少し待ちます。ちょっとまだ時間あるんでね、外出てきました。あれあれ、なんか体操してる。若干イタオの嫁のノリです。いやいや、俺はこっちの体操だろ。バンバン体操第一、用意、手を股間の前に添え、出し入れの運動。忍者 .com。 そんな感じで時間になりましたので、電車の方進んでいきます。こんな感じのね、電車ですね。赤と白と青のタイっぽいカラーリングではありますよね。12番なんで入っていきます。どこだ。嫌いなんすけど、ディズニーランドみたいですね。どこだかわかんねえ。この辺か。1ベッドなんで、あ、こうか。あ、こんな感じになってますね。なんか1つの部屋4つベッドがあります。ベッド1なんでここですね。すげえ、なんかおしゃれっすわ、本当に。いや、これ結構おすすめっすよ。しかも結構安いっすもんね。 AC も効いてます。すげえ、なんかランプとかもありますし、ちょっと使えるかどうかわかんないですけど、電源もありますね。すげえ、なんか洗面台とかもある。ちょっと南京が怖いところではありますけどね。ティンティオ30センチ、身長170センチの忍者がギリギリ足を伸ばせる広さです。そんな感じで、じゃあハノイ向かっていきたいと思います。21時30分、列車は帝国通りハノイへ向けて走り出しました。これからね8時間ぐらいの旅なんですけど、楽しんでいきます。はい、おはようございます。ということで、ラオカイからハノイまでね、寝台列車でなんとか、到着しました。ちょっと寝坊しちゃいまして起こされちゃいましたね。なんか意外に乗り心地良かったっすよね。まあ、そんな感じでちょっとハイフォンまでの鉄道のチケット買っていきたいと思います。ちょっとあんま時間ないっすけどね、おそらくちょっと乗れないかと思われます。それじゃあ行ってきます。列車こんな感じでしたね。
いや思ったより良かったっすわ。近代的な感じです、ハノイ駅。チケット窓口はどうだか分かりません。あ、チケットオフィスありました。この辺かな。あ、この辺だ。じゃあ買ってみたいと思います。チケット買いました。一応ね660円ぐらいです。一応チケットも買えたんすけど寝ぼけてまして、一応6時発っていうね、ハノイ行きの電車あったんですけど乗り換え時間なかったんで見送りましたね。次の電車が一応9時20分なんで3時間ぐらい待っていきたいと思います。時間あるんで腹減ったんで飯食いに行ってみたいと思います。うわ空気悪いな。いや渡りたくね。今ちょっとハノイ駅前で飯食ってます。こんな感じの屋台で食ってます。ビーフフォー、これで 40K なんで240円ぐらいですね。はい、いただきます。麺は細めですね。独量してる人います。はい、ごちそうさまでした。はい、そんな感じで時間なんでね、プラットフォームの方向かっております。ゲートくぐりましてね、プラットフォームの方向かっております。一応 LP さんの電車なんでこちらですね。また似たような車両ですね。それじゃあ乗っていきたいと思います。はい、乗り込んでいきます。お、こっちだったみたい。お、なんか良さそうですね。どこだ席は。あ、こちらですね。それじゃあハイフォンまで3時間ぐらいの旅なんですけど楽しんでいきます。ちょっと窓汚すぎますわ。電源もあります。帝国通りハイフォン向けて出発しました。これから3時間ぐらいの旅なんですけど楽しんでいきます。3時間ぐらいでハイフォン到着しましたね。今ハイフォン駅のね構内の方におります。ちょうどね、ハノイから3時間ぐらいでしょうかね。結構乗り心地よくてまた寝てしまいましたね。ちょっと今寝ぼけてんすけど、これからですねちょっと宿の方、向かっていきたいと思います。意外にこじんまりとしてる駅ですね。はい、外に出ます。これ駅前なんですけども、二輪車がすげえっすわ。二輪車してっすね。こちらハイフォン駅です。駅出てすぐ右手になんかわけのわからない建物があります。ハイフォンはですねベトナム第3の都市らしいですね。結構なんか整備されてますよね。初めて来た感想なんですけど、やっぱなんか横浜っぽいですね雰囲気的に。街並みはね本当に普通のベトナムの地方都市って感じです。こちらなんか綺麗な壁画があります。ボング屋さんあります。ボングです。ドラゴンボング。ちょっと前にブンタウ行きましたけど、ブンタウっぽさありますよね。やっぱりちょっと海近いんで似てますね雰囲気。青空とこやしてる。この辺なんか古着屋さん多いですね。ちょっと後で来てみよう。この野球の強い高知の明徳義塾のジャージじゃねえですか。ラオカイにねしばらく落ちんぼつしてたんですけども、やっぱり落ちんぼつ後の移動って結構きついっすよね。お、こういう子タイプ。あ、似て、似て、似て。忍者 .com。 はい、ということでハイフォンの宿の方にチェックインしました。早速なんですけどね、ルームツアーの方していきたいと思います。タイダイドンゲストハウス、ロビーはこんな感じですね。なんかお魚飼ってます。ちなみに隣にはハッピーゲストハウスございます。 Are you happy? お部屋はねこんな感じとなっております。 AC ついてます。冷蔵庫もございます。ベッドも清潔っすね。軟禁はいなそうですね。でテレビついて扇風機もありますね。でここになんかトンボの綺麗な絵があります。お部屋はこんな感じとなってます。でもちろん窓ありますね。ハイフォンの高層ビルが反対側見えますね。で、バスルームはね、こんな感じですね。鏡あっ
って、ホットシャワー出まーす。こちらのものなんですけども、25万ドンですので、1500円ですね。まあ、ちょっと駅から歩くんですけど、まあ、全然徒歩圏内ですね。はい。で、まあ、この値段でこの環境なんで、まあ、個人的にはまあ、大満足ですね。はい。まあ、そんな感じですね。ちょっと一休みしたら、またハイフォンの街の方、繰り出していきたいと思います。伊賀甲賀俺は気が、伊賀甲賀俺は気が、伊賀甲賀俺は気が、伊賀甲賀俺は気が。あ、もうこんな時間か。ドーソン行きて宿の方出てきましたね。こちらちょっと大通りになってるんですけど、宿の方はちょっと奥まったとこにあるんで、まあ、そんなにうるさくないですね。宿出てすぐのとこにね、教会あります。立派ですね。ハイフォンね、これといって見どころないんですけどね、まあ、とりあえずちょっと腹減ったんで飯でも食いましょうか。ちょっと気になったんでね、こちら入ってみましょうかね。はい、行ってみます。店内こんな感じです。なんかよくわかんないですけど、バンダクーアみたいなの注文しました。これでね、240円ぐらいですね。いただきます。やっぱハイフォン海沿いの街なんでね、なんか海の幸使われてますね。エビとか入ってますね。ごちそうさまでした。ということでね、この道を渡ることになるんですけども、ちょっと渡りましょうか。もう危ねえから嫌なんすよね、本当に。はい、続いてこっち。お、なんとか渡りきれそうです。もうベトナムはね、本当バイク多いですからね。まあ二輪車。この辺りですね、運河になっております。風が気持ちいいですね。ドーソン行きて。こちら時計屋さんっすね。やっぱアナログがいいっすよね。すげえ、なんかこれ時計みたいっすね。絵も綺麗っすよね。ドーソン行きて。ノンソン。いやいや、ドーソンでしょ。高層ビルだ。あ、なんかワニの剥製みたいなのありますわ。これなんかピカデリー梅田が万引き G メンの回で被ってましたよね、こんなの。ドーソン行きて。こちらね、線路でね、右側が橋になってますね。橋で高架みたいになってますね。下が線路です。君もドーソンに行きたいか。ドーソンとはハイフォンから車で40分程度の場所にある幻の岬と呼ばれている場所です。こちらがですね、朝来ましたハイフォンの駅ですね。ドーソン行きて。そしたら駅前の道をどんどん進んでいきましょう。ここでも青空どこやですね。ドーソン行きたい衝動を抑えながら、なんか公園の方迷い込みました。こう市民の憩いの場って感じの公園ですよね。蹴りのバドミントンみたいなのやってます。あ、ラリー続いてる。なんかちょっとカリフォルニアっぽい雰囲気ですね。ヘイトよりももっと手つなげ。ドーソン行きて。駅から10分ぐらい歩いてきまして、こちらがね、ハイフォンの博物館だそうです。パステルカラーって感じですね。ドーソン行きて。こちらがね、中央郵便局だそうです。さっきと同じね、パステルカラーですね。ドーソン行きて。お、ジョニー・デップじゃないですか。ハリウッド俳優ジョニー・デップ主演パイオーツオブカリビンビーヤン、カミングスーン。忍者 .com ジャックスパロウ。忍者 .com ドーソン行きて。なんかこの辺スラムみたいになってる。ドーソン行きて。この辺の建物味がありますよね。ドーソン行きたい衝動を抑えながら中心地の方に向かっていきます。ドーソン行きて。こちらがハイフォンの大聖堂ですね。メシアのいる世界。なんかネズミ色みたいな感じでちょっと重みがありますね。ドーソン行きて。それはドーソン行きたいっすよ。あの、嘘はつかないんで。噴水スプラッシュしてます。前方がですね、女性将軍のルチャン像ですね。
なんかカンボジアのバッタンバンみたいですね、これ。ドーソン行きて、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 ドーソン行きて。Are you ready to go to ドーソン？ドーソン行きて、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 ドーソン行きて。こちら踏切になってます。それではお決まりのあれやらさせていただきます。外れたレールの上走る。ちっぽけなキープリア。ドーソン行きて、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 ドーソン行きて。あ、池だ。釣りしてる人いる。僕は老海で一歩も差を出してません。の池で僕と握手。ハイフォンの街描かれてます。え、君はドーソン行くの行かないの、どっちなの。ドーソン行きて、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 ドーソン。こちらはね、背任パゴダだそうです。ハンニャモンって書いてあります。これ今閉まってますけどね、結構古いっすよね。対岸からムカデみたい。ドーソン行きて、ドーソン行きて、ドーソン行きて。なんだこの怪しい通りは。ドーソン行きて、ドーソン行きて、ドーソン行きて。アイラブハイフォン。ドーソン行きて、ドーソン行きて、ドーソン行きて。ノーパンじゃねえか。ドーソン行きて、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 ドーソン行きて。そしてこちらがね、街の中心のオペラ座ですね。ベトナム建国の父ホーチミンが掲げられてます。ドーソン行きて、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 ドーソン行きて。忍者スパイラル。ドーソン生きて、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 ドーソン生きて。ローソン？いやいや、サークル系。忍者 .com。はい、ということでいかがだったでしょうか。忍者のハイフォン観光、一応観光終わった後にですね、イオンモール、あの日系のイオンモールがちょっと郊外にあるんですよね。まあ全然あの徒歩圏内なんですけど、まあ、そこ寄ってきまして、今日のね晩ご飯買ってきました。イオンってね、あの日本食の弁当とかね、なんかお惣菜みたいなの買えるんですよね。知ってますかね。この辺にイオンモールがあるらしいんですが、イオンモールハイフォン、いやもう完全に日本ですわ。こちらのフードコートでね、ちょっと今日の飯探していきたいと思います。いやもう寿司とか売ってますわ。唐揚げ弁当とかも300円ぐらいで買えるんですよね。もうぼちぼち日本食食いたいとこっすよね。まああとはなんかダンスバトルとかもやってたんすけどね、はい。でまあちょっと今日買った食材なんですけども、まずこちらっすね、この唐揚げ弁当、これでね240円ぐらいですね。見えますか、なんか唐揚げ入ってた、あとご飯も入ってますね、あとなんか卵も入ってます。であとはね、このパスタっすね、これで250円ぐらいですね。あとはたこ焼きっすね、これ150円ぐらいです。やっぱり海外いると日本食恋しくなるじゃないですか。やっぱずっとこう屋台の飯食ってると飽きてくるじゃないですか、まあ、そういうこともありまして、こういったねなんか日系のスーパーあるとお沈没しやすいかもしれないっすね、はい。でまあおなじみのね、まあ、ビアハノイでちょっと今日一杯やろうかなって感じっすね、はい。そんな感じでちょっと今日ハイフォンに乾杯ということで、飲ませていただきます。じゃあそれじゃあいただきます。あーうまい。やっぱりね観光は徒歩に限りますよね。もうビールがうまいっすからね、はい。じゃあそんな感じでたこ焼きいただきますね。あ、これ完全たこ焼きだこれ。うん、これビールが進みますわ。うん、なんかね近くに競技場みたいなのがあって、なんかちょうどね今日 EDM のなんかイベントみたいなのやってて結構うるさいっすね、うん、今窓閉め切ってるんであんまり聞こえないと思うんですけど、どん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 なんか音楽聞こえてきますよね。あとちょっと前方にはですね、まあ、ハイフォンのなんか高層ビルみたいなの見えるんで、まあ、この部屋からねちょっと酒飲みながら、うん、景色も結構いい感じっすよね、はい。まあ、そんな感じでねちょっとハイフォンの感想なんですけど、やっぱハノイよりちょっと交通量少ないんで、うん、まあでもうるさいっちゃうるさいんですけど、やっぱりイオンモールが近くにあるんで、食べ物日本食あるとなんか沈没しちゃうじゃないですか。まあそういう意味でもね、まあ個人的にはなんかいい街だなって感じましたね。あとはなんかあのレストランとかも外の屋台とかもなんか値札ついてるんで、結構ハイフォンはねこうやって値段出てるとこが多いっすよね。助かりますよね、特ボッキ。そういう意味ではやっぱり入りやすいですよね。うん。まあ、その辺がちょっとハイフォン好きなところかもしれないですね。はい。はい。そんな感じでね、今日もね、ハイフォンの動画締めたいと思います。それでは皆さん、次回動画、ベトナム中部の、ダナンの動画で皆様お会いしましょう。それでは、また。ピース。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。